これは建設土木機械のレンタルや修理などを行っている宮崎市のキングと住友建機が小学生を対象に開催したものです。教室では世界で23人しかいないレゴ認定プロビルダーの三井純平さんが100ピースのレゴブロックから作る油圧ショベルの作り方などを説明し、参加した小学生は真剣な表情で組み立てていました。アーム作るところが楽しかったです。ここら辺が難しかったです。また作ってみたいです。お家で遊んでるのに加えて、こうやってやっぱりこう何かを作ってみようって自分の手でこう自分の作りたいものを作るっていうのはまた違った楽しみがあったりするので、まあ、そういうところでこう次のこう楽しさを見つけてもらえると嬉しいです。参加した小学生たちはレゴブロックを組み立てながらものづくりの楽しさを実感していました。